皆さんこんにちは。前回から3週間ぐらい空いてしまいましたが、久々の実況車載動画になります。今日は1月31日です。もうね、早いもので今年も1ヶ月が終わろうとしております。いやー、ほんとあっという間ですよね。1月に、ね、年明けてからもう1ヶ月経つのかと。車載動画の方はちょっと今月は2本目ですかね、まだね。すいません、少なくて。今日はですね、今ここ寒川町の田端なんですけれども、これから平塚にちょっと用事があっていくので、その道中車載動画をですね撮っていこうと思います。今日は1月31日なんですけれども、昨日1月30日、めちゃめちゃ暑かったですね。最高気温が20度近くまで上がったということで、確か横浜19度でしたかね、なんかそんぐらい20度いってたのかな、ちょっと忘れちゃいましたけども、まあでもそれぐらいですね、もう暖かくなって1月とは思えないね、暖かさでした。昨日はですね、ちょっと外に出てたりもしたんですけれども、まあ、車運転しててですね、これはね結構暑い。まあいい具合にこう日の光がねフロントから入ってきて、車の中が温められた感じでした。ちょっとね、あったかいを通り越してやっぱり暑かったですね。それに対してですよ、今日はね寒いです。結構寒いです。車の中にねこう入った時にね、うわ寒ってねなりましたし、なかなかねこうやっぱ昨日もそうだったんですけども、外はねとても暖かかったんですけども、家の中がねあんまり暖かくなくて、やっぱなんかね家の中温まらないんですよ。それはそれでいいんですけども、しょうがないんでね、ちょっとね気温差がね、こう室内室外でもそうですし、こうね一日一日見てもですね、結構気温差がね激しいので、まあちょっと体調には気をつけないとなと思います。なんかでも平年よりはちょっとなんか暖かい日が多いみたいなことはね、昨日 NHK のね天気予報でやってましたけど。あ、今正面ね、とても綺麗に富士山が見えてます。カメラに映ってますかね。どうだろう、あのこの時期はね本当富士山がとても綺麗に見えて好きなんですよね。時々ね写真撮りに行ったりします。もっとね静岡県とかだと本当目の前に見えるんですけども、ここはね多少距離があるのでやや小さめではありますけれども、でもねくっきりやっぱり見えますよ富士山。あと夕方になるとこう富士山シルエットで、ね、影でねシルエットになって、それもねまた綺麗でねいいんですよ。富士山見えるのはやっぱいいですね。でですね、まあここ最近ちょっとですね数日風が強くてですね、今車ですね、めちゃめちゃ汚い状態です。ここからね、カメラからは見えないと思うんですけれど、外ね、もう砂だらけでね、うちのこのアイシスは、なんて言うんだろうな、ブルー系、ネイビーブルーみたいな、紺色なんですよ。だからね、すごくですね、砂ぼこりが目立つんですね。今、汚いんですよ。で、ガラスもすごい汚くて、まあ、ちょっと昨日拭いてですね、今は多少マシな状態なんですけれども、洗車もねしないといけないのかななんて思います。ほんとね汚い。これはねお見せできないんですよ。まあ昨日ちょっと拭いたんですけれども、またねちょっと汚くなってるかもしれないですね。で風が強いとね、昨日ちょっと東名高速に
乗ることがありまして、で海老名から圏央道乗ったんですけど、圏央道はですねすっごい横風でね、ハンドル取られそうに、ね、なるぐらいで、ね、ものすごい風吹いてたんですよ。ビュー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 、高いところだから、ね、余計にちょっと風強いし、大丈夫なんですけどね、ただねちょっと怖いなと思いつつね運転をしておりました。あとですね、ちょっと前に話題になったチョコレート味の焼きそば食べましたよペヤングのですねギリチョコ味、っていうですね、あの焼きそばね食べました。最近ちょっとカップ麺業界がねおかしくなってますよね。まあ某一平ちゃんもそうですしね、ショートケーキ味だとか、まあ一平ちゃんもチョコね、チョコ味作ってましたけどもね、ショートケーキチョコ味、ペヤングもねチョコレート味とか、あとまるちゃんは赤いキツネのね、なんか甘いキツネっていうのをね、販売してて、でですね、その甘いキツネがですね、ちょっと個人的には予想外に、ちょっと好きなタイプの味でですね、そう、甘いキツネに関しては私はこれはありかなと思ってね、実は5、6個ぐらいかな、買いだめしちゃいました。今もねまだ4つぐらいあります。まあ、もしですね、チョコレート味の、ペヤングね、まだ食べたことないっていう方いたらですね、食べなくていいです。食べない方がいいですよ。ちょっとね、あれはきつい。なんだろうな、しょっぱさがないからなのかな。ちょっと変な、ね、やっぱり。で、チョコレートの量もね、やっぱりあれだとね、微妙なんですよね。なんか、やっぱり小麦粉のね、麺の方が勝っちゃって、ちょっと、いまいちでした。あれはちょっと机の上にジップロック置いておかないといけないかなと思う味ですね。なので、まあ、もしねまだ食べたことありませんという方ねいらっしゃったら、食べなくていいです食べない方がいいと思います。あまりおすすめできません。ちょっとね、ショートケーキ味の方はね、今思うと食べてみたかったなと思います。なんでもね、チャレンジですけど。ちょっとね、食べてみたかったかなというね、冒険心もありますけれども。ありますっていうか、あったんですかね。でもちょっともう今チョコレート味の焼きそば食べたらもういい。そういうのはいいかなっていうふうに思いますね。あとね、最近なんかあったかなと思って、いくつかネタを用意しておいたんですけれども。あ、そう、先週の、月曜日ですね。そう、月曜日。月曜日、イオンシネマはですね、映画が1100円で見れるので、この間ちょっと映画見に行ってきたんですよね。あれ。この世界の片隅にというですね、映画を見に行ってきました。ちょっとやや、ね、事務所騒動で、干され気味の同年、レナちゃんこと、ノンさんがですね、声をやっている、あれです。あれね、以前、広島に行った時に、呉のね、大和ミュージアムってところに、ちょっと寄ったんですけど、その時にね、大和ミュージアムの入り口にね、デカデカとポスターが貼ってあったんで、実は、その時にね、あ、これなんだろうと思ってね、面白そうだなと思ってたんですけども、この辺ではですね、全然やってなくて、テラスモール湘南の映画館ぐらいでしたかね、やってたの。だったんですけれども、公開から今11週かな？だいぶ人気というか、評判がいいようでですね、いつも王様のブランチ見てると
映画ランキングの中に、だいたいトップ10入り毎回してるんですよ。この間ランクは上がってたのかな、7位だったかなと思ったんですけども、まあそんなこんなで結構ですね、話題作というか評判になってたからなのか、ついにですね1月21日からね、イオンシネマで、上映が開始されまして、公開、そのね公開したっていうのをね、知って、ね、即見に行きました。今日ちょっと用事があるのはここなんでね、もうちょっと尺が足りないですね。もうちょっといろいろ話したかったんですけれども、ここね平塚の合同庁舎っていうところなんですよ。まあその映画自体はですね、戦時中のねお話なんですけれども、そんなにね暗くなくて、まあちょっとね、悲しいシーンも当然あったんですけれども、それでもね結構なんていうんですかね、比較的明るめのね、作風というか、そんな感じがしました。今ね結構話題になってるので、もしね気になった方はちょっと調べて見に行ってみるといいと思います。これはどこまで下がれるんだ、もうちょっとか。この辺かな。ちょっとね後ろにシャドメがついてないので怖いのでこの辺にしておきますということで、今日はねちょっと中途半端になってしまったんですけれども、ここでおしまいにします。ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。それでは。